いやおめよろしくたのむぞ。 さあ、来ましたよ。ああ、もう早速。いや、ちぎりじゃないのここは。ああ、いや、みんないいんだけどね。で今回の試合見てても、やっぱ活躍とか考えたらちぎりじゃねえのうん。うん。まあ、しかも、なぎくんとのコンビネーションもうまそうだよね。 オールマイティ的な感じだったよな、メーターが。いや、けど、名前が上がってないチギリは怪しいよね、こうなると。うん。自殺行為。うん。うん。科学反応。ライブで起こせたから ってことはうん。いや、やっぱちぎりだよ。うん。うん。ああ、もう確定確定。いやーいや楽しみー。このチームまた4人になって。うん。うん、あいつ。うん。 うん。いや、けど、残されちゃうんだね、国神くんたち。ああ。いや、この選ばれる、選ばれない、辛いよなーいやー、このさ、試験、えぐいって。 いや、なんか、バチラがあれだね。抜かれた時みたいじゃん。いや、ほら。<laughs> またここにも生まれちゃったよ。新たな。あ、で、ここも。うーん。うーん。うーん。 いや、けど、それでもそれを上行ったわけじゃん。ああ、だったら取れよ。ひええー。ひええだわー。いやー、ここの関係。いやー、ここのー。 の、おおほほほほほ <laughs> やばいやばい、なぎくん。うーん。<laughs> うーわ。<laughs> うわ、えー。ええ。やべえ、<laughs> 振られちゃった <laughs>。 ああ、振られちゃった、ここは。やばい。ああ。いやあ、すげえ。いや、先を進む人間の言葉のこの重み。負けた後でグーの根も出ないよね。うわあ。 うわあ。もう、絶望の才能。国神くん。いや、行けた。やべえ。やべえな。今回も、もう冒頭から。いや、あそこで国神くんいてよかったね、レオ。 あのまんま心砕かれてたらね。いや、まだ終わってないんだよ。また上がってきてほしいなーいやーこっから。いや、こんなとこで消えないでほしいけど、あの二人が。どうなるのかないやぁ、ちぎりからあんな言葉もらってるし大丈夫だよね。なぎくんからも。まさかあんな感じになると思わなかったなぎれを。<laughs> そして、イサギくん、マジで、もう最初見てた頃と別人だよ、前回のあのバローに対する態度という。で、とうとうね、バローもパス出しちゃってさ、前回はもうあのまんま、屈するキャラにね、なっちゃうのって思わせてからの、<laughs> またこうね、手がバーってきてから、いやそれでこそバローだよっていう、 で、その脱却の仕方っていうのもね。いやー、またかっこよかったよね。なんか孤高な感じというか、幕役ヒールっていうのかな。まあ、これからもそのバローさんの活躍が見れるのも、僕は楽しみです。さあ、来ました。19話。ダンシングボーイかなあら、もちろん。うん。お母さん。 うん、怪物。<ス iser> うん。うん。うん。<ス撲策><ス>潔やー。<スた> <Kid> <ス>うーん。わー、いるいるいる。あー、であ<スタ>ー、凛たちとやってるね。 笑ってる、すごい顔で。うん。もう、来るーそこ来るのははは、<laughs> もう。みんな本当に我が道行くね。もうまとまりがねドライヤーで髪乾か,かして。いや、そういうので選んじゃったから。 いや、ママ、バローママや。うん。うん。はははは。ははよく言えるよね、バローに入れといてとか。ああ、あーもうやべえよ。ははは。もうほんとママ。うわ。 <laughs> えぐいこのみんなでやるんか <laughs> ダメな方の。<laughs> 確かに。うん、飯。あらららら。あらららららら。<laughs> もう、おうパロ。おうじゃあ一緒に行くのかなこれ。二人で。 いや、あの、コート内であんだけいろいろあったけどね。あ、ステーキ食べてる。うん。あ、チーム勝利したから食べてんのか。お、気まずいないや、けどあれは、もう根に持たない普通。切り替えられる高校生いるうん。お うん。うん。やべえ、こんなこと聞いてくるなんて、バローが。うん。うん。うん。えへへえもう。 お。うん。うわあ、わあちゃんと受け入れてる。すごい。すごいわもう。ほんとかっこいいわ。バローパパだわ。うん。うん、ありがとう。 わあやばい。あれうん。え、ちょっと照れたかもしかして。うん。いやーなんかいいな、ほんとこの空気。うん。うん。またいいライバルになりそうだ。 あーみんなね。うん。うん。大丈夫うん。ああ、なぎがやってるような。ああ、前に名前出てきた。うん。 いやもう兄ちゃんって <laughs> うんいやまさに天才だねあなたもああうんうんいやーもう何も起きないといいけどね足うーん かっこいいね。かっこいいし、綺麗だし、かわいいし。<laughs> うん。いやこれでまた画像を見たら、どんどん物にしてっちゃうんじゃないうん。うん。いやあ、そこのね、化学反応よ。い <laughs> や <laughs> このメンツって呼ばないねえ。ええー、なんでこうなったのあ、そういう練習 <laughs> もうあんなベッドメイクしてたのに、バロー。いや、確かにすごいけどね、あれ。<laughs> やべえ <laughs>。うん。 うん心強い仲間がいてな。ここまでの成長ぶつけないとね。で、一方うん、はあはあ、うん。いや、どうなのそういうの。 うん。うん。誰かを探してる。わ、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 わ。いや、こいつもやべえわ、また。<laughs> さあ、後半です。あ、ママとバチラか。うん。うん。 いやーもう、翼くんじゃん,、はあうん。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  もう、一方的にやられちゃったんだろうね。うん、ボールと一緒。うん、おかっぱだしおほほほほほ <laughs>、はあ、うわうわわわわわ。ええー。 うーん、まま<マ>、うん。うーん。うーん。うーん。同じ感性の人に出会えれば。うん。 うん。うん。そういうのを描いてんのかなぁ。ずっと絵描きなのかわかんないけど、その道を歩んでるのかな、お母さん。んうん。 あー出たうーんあ少し成長したのかなああ大きくなってるうんうんうんそこにいるだろうみたいな。 けど、そうすると、あれだろうね。いないから。うん。うん。あんま直視しない方がいいよ。<laughs> うん。出たまたノえるのは。 いつか戦うんだろうね。うーん。いやー、ワンサカいるんじゃないのブルーロックに。わー。いやいや、今完全に引っ張りましたけどね。あの10番。うん うん、うん、でもうんまあああいう声を聞いてたらねいろいろ。 うん、うんあーちょっと、うんうん、ああれだきたー で、ここであれでしょう。潔野やろ。潔うん、さっきの。おー、有名な人ばっかりだよね。うん。メッシュはあれだけど、ジーコ。 うん。うん。<laughs> いやいやいや、寝ている <laughs>。うん。あーで、ここになるんだね。はい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 。うん。 いや、もう、だいぶ懐かしいんだけど、ここらへ <laughs>、うん。ははははは。うーん。なあ。バチラー。ああ。 うーん、よかったねー。うん。いやけど、ここをね、違うのよな。う,ん、うーん。 やばいやばい <laughs>。惚れちゃう <laughs>。惚れちゃうね、こんなの。うんいや、もうほんと待ち望んでいた相手なんだね。うーん うん、いやー、いるー、いるじゃーん重なってるじゃーん <laughs> あー、いたー <laughs> うわー、もう、運命の人だ。 うーん。はあ、こういう物語になるのね、これ。うーん。うーん。うーん。でも。 うまたこの人にもちょっと惹かれちゃうんだね。あの一言が。うん。うん。やばいやばい、ライバル登場だ、イサくん。奪われた後に、略奪愛になっちゃうよ。 うん、うん、このリンもほんと気になるよね兄弟の方の話うんあれ 今週で終わりブルーロック。このエンディングの入り方、あんなことないよね。あー来たーうーん、伝えに来たお <laughs> おーうーん。やべえあー。<laughs> やべえ<ー> <laughs> 私を奪い合わないで、みたいなことでもまあ微妙にないけどね。糸したちが戦ってくれる相手がいなかったからこそ、まあできるカードになったね。ぜひ次の試合でね、本当の相棒は俺なんだってところをちょっと伊勢くんに見せてほしいね。そして前回ちょっと負けてるっていうのもあるから、今のメンバーで勝ってほしい。ちぎりを加えた新たな化学反応っていうのを見せてほしいなと思います。 はい。というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のエレクションに対するコメントをお待ちしております。えー、また動画の高評価、そしてチャンネル登録、まだない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上、動画を2つご送りしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。